緒にご登場でございます。それではどうぞお願いいたします。皆様大きな拍手でお迎えください。改めまして皆さんこんばんは。こんばんは。今日は大変暑い日でもありましたし、大変な雨だったようであります。まあ、私も名古屋から参ったんですが、名古屋の方はですねそんなに、雨はひどくなかったんですが、まあ、こちらに入ってくる途中でですねこれはものすごい降りだなというふうに思ってきたんですが、まあ、そんな足元の悪い中ですね、こうして森さんの応援で本当にお出かけをいただいた皆さんにまず心から厚く御礼を申し上げたいと思います。皆さんどうもありがとうございます。自己紹介をね少しさせていただかなきゃいけないんかなと思うんですが、私は今森さんの下でですね幹事長を拝命をいたしております鈴木勝正と申します。ご案内のようにこう結構薄いんですけどもね、やっぱりいい年なんですよね。実は県会議員を4期、それから蒲郡という、まあ、市があるんですが、その市長を2期、そして衆議院を今4期目と、まあ、いうことでありまして、まあ、結構30数年政治の世界におりますが、まあ、私がその経験の中でもですね、森さんほど素晴らしいいわゆる議員は女性議員はいないというふうに、本当にこれはお世辞じゃなくてね、本人がいるからうまいこと言ってるなんて思わずに本当にそう思っております。2つお話をしてですね、政策的なことはね森さんから言っていただいた方がいいと思うんですよ。アベノミクスはですねあれはアベノリスクだとかね、アベノミスだとかですね、そういう話はきっと森さんから出ると思いますんで、私は違った形のお話を2点させていただく。私はですね総務省で副大臣を実はやってまいりました。で私の、まあ、持論がですねマイナンバー法案を作り上げるというのが実は私の、まあ、政治に対する一つの思いなんですね。でこれはマイナンバーのことをまた違った意味で後でお話があるかどうか分かりませんが、要はですね今いろいろと社会問題がありますよね。例えば生活保護をね受けてる人が、まあちょっと言い方は違うかもしれないけどベンツに乗っとったとかね、プードルを連れてその散歩をしとったとかね、本当にあれ、その生活保護を受ける、まあまあある意味で資格って言いますかあるんだろうかと、本当に多くの皆さんがですねそういう疑問を持ってみる。でそれを解消するにはやはり本当の所得がどれぐらいあるのか、まあ、資産がどれぐらいあるのか、それをはっきりすればね本当に逆にこの方は、その援助をしなきゃならないということが分かると、まあ、こういうですね、ことで私は一つの政治信念を持って、総務省でその法案を一生懸命作ってきたんです。でもう一人、熱心にですねやってきたのが峰崎さんっていう、まあ、森先生よくご存知ですけどね、その2人水崎さんと私とまあ一生懸命でやってきたとこういうことなんですが、でまあいろいろとですね法案が今年に入って上がってまいりました。そこでですね党内で今政策の一番の責任者は森さんでありますんで、まあ政策会議にかけたんですね。ただ森さんがですねこれは鈴木先生あなたがいくらその一生懸命でね、作って見えたとしてもやはりこの法案は問題があると、まあ、こういうことであります。で詳しいことはですね森さんが書かれた日本を破壊する5つの罠あの本に書いてありますんで、ご覧になっていただければ分かるんですが、まあ確かにねもう森さんのおっしゃることは本当によく分かりますしね、逆に言えばなるほどと、そういう問題点心配点があるんだなっていうことを私自身も教えてもらった、そんな実は気持ちがいたしております。で、まあ結論から申し上げますとね、この話だけで長くなってもいけませんが、結論から言うとですねこの法案を用意するだけで約5000億ぐらいかかるんですね。
それからですね、毎年法案といいますか、このシステムですよね、5000億ぐらいかかる。それからですね、このシステムを毎年こう、まあ、実施をしていく上で大体300億ぐらいかかるという、もうこれ国家にとって大変な大きな問題なんです。ところがこういった経験はね、我々やってきたじゃないですかね。あの例の年金の時に結局年金のあのシステムを作ったけども、その年金のシステムがうまく機能しなかったと、まあ、いうことでですね、未年金問題とか本当に大きな問題を次から次へ起こしてきた。これはもう今更私が言うまでもありません。そこで森さんおっしゃったのはね、まあ、大きく言って2点だと思うんですね。一つは本当にこの法律で、このまたマイナンバーでプライバシーが守られるんですかと。万が一プライバシーが出てしまえば、もうこれ財産から病歴は別ですけどね、ありとあらゆる資産からですね、全部裸になっちゃうんですよね。あ、鈴木勝正ってなんだ、あんなに銭がないのかと。まあいいですよ、銭がないのは本当ですから、とかですね、あ、所得はこれぐらいなのかっていうのも、もう分かってしまう。これは、まあ、自分が分かるならいいんだけども、みんなが知っとったらね、これは変な世の中になりますよね。したがってそういうことをですね、やっていく上においては、鈴木先生まだまだね、この法案は爪が甘いですよと、まあ、こういうことが一つ。もう一つはですね、そのお金の話です。で、結局5000億もかけてシステムを作って、そして300億もかけて毎年、まあ、維持をしていく。これをね、もっと絶対に安く作らなきゃダメだと、もういうことで、結論を申し上げますとね、この法律は成立をしちゃったんです。それはそうですよね。今、まあ、与党が圧倒的に数が多いわけですから、成立をしてしまったわけですけれども、28年の1月からね、この法律は走るんですけども、結論を申し上げます。この法案に私どもは、まあ、反対をしました。しかし結果的には、賛成、成立をしたんですが、その後総務省の役人が来て、ここも、もう今日申し上げたいポイントなんですけどね、まあ、かつての私の一緒にやった総務省のマイナンバーの担当が来て、いや先生、あの森さんの指摘はですね、本当に素晴らしいと、我々もですね、間違いなく自信を持って法案を出したんですけれども、ああいう形で森先生から具体的にきちっとこう説明を受け、そして指摘をされるとですね、本当に我々も、まあ、目から鱗って言いますかね、よく分かりましたと。それで結論から言いますとね、5000億かかるといったシステムが、おそらくまだ今からですけどもね、3000億ぐらいで上がるんではないかと思うんです。これ2000億ったら大変ですよ。皆さんの税金ですからね。森裕子さんはもちろん一人でとは言いませんけれども、そういうことをですね、要するに政策を変えさせちゃったんですよね、結果的には。それからですね、ランニングコストというんですが、毎年300億かかるのもですね、おそらくこれは100億や150億は軽減できるというふうに総務省の担当が言ってるわけですから、私のところ言ってきたわけですからね、こういうことをね、本当にやっていける人っていうのはね、私もさっき冒頭言いましたよね、30数年間政治をやってきたんですけども、本当に本当にね、少ない、まあおらんとは言いませんけどね、私も実はそういう思いで、今まで政治に携わってきたんですが、このいわゆる森さんのですね、いわゆるその、まあ、洞察力から調査力、そして自分の意見を主張するっていう信念、まあこういうものは私は正直言ってね、並の議員ではない。ましてや女性というとまた別紙で叱られちゃいますんで、ちょっと訂正しますが、本当に並の議員では私はないということをですね、もうこれ皆さん本当にご存知だと思いますけどね、これはね、私がどうしてもここへ来て申し訳なきゃならないことだというふうに思っております。これ放映されるかどうか分かりませんけれども、いずれにしてもですね、森さんの素晴らしい、そして情熱、そしていわゆる理路整然とした行動、これは本当に日本にとって私は大事な宝の議員であるというふうに申し上げたいと思います。2点目、これは今日の話なんです。実は私はあれ4時何分でしたかね、4時半ぐらいの列車で来たんですがね、ちょうど東京駅のプラットホームで加藤浩一さんとお目にかかりました。
で、私は元自民党なんですね。で、宏池会だったもんですから、まあ、加藤さんとは非常に親しいという関係もあります。そんなことで、加藤先生久しぶりですねと、まあ、今ちょっとね、落選をされて本当にあれなんですけどね、おお元気かなんつって、どこ行くんだって、森友子さんのところへ行くんですよつって言ったらですね、これはテレビカットしておいてくださいね、あの足の綺麗な人だね意味分かりますよね皆さんね、もうこれ以上言わなくても、なんで加藤先生言ったら、いやそれは例のあの時のあの姿を俺も見てんだよっていう話でした。まあこれは余分かもしれません、応援にならない話かもしれませんが、本当に加藤さんから先ほどそんな話を聞いてきたもんですから、これはまあ皆さんにちょっと申し上げてもいいんじゃないかなと思って、後でまた叱られると思いますけどね鈴木さんあんなことなんで言ったのなんて、まあいうことでございます。その他まだまだ本当に申し上げたいことたくさんありますが、私たちはもう皆さんもご承知のように命と暮らしとそして地域を守るというね、この本当にね3つのことを徹底的にやっていく政党であります。まあ小沢代表を中心にですね、我々は小さな党でありますけれども、何としてもやはり信念を曲げずに、やっぱり国民の皆さんの本当に立場に立って目線で、物事を判断をしていきたい、また行かなければならない、それが我が党の使命であると、このように思っておるところでございます。あとの政策的なことはね、ご本人から聞いていただければいいわけでありますけれども、消費税の問題、これはですねもう上がってしまうだろうというのを思われているかもしれませんけども、平成9年に消費税が 3% から 5% に、まあ終わらないかんですね、ごめんなさい、なった時にあれだけ景気が悪くなったんですよ。だから今度上げればですね、間違いなく景気が悪くなるわけですよね。じゃあ税率だけ上げればいいんですかと、税額が下がってもいいんですかって話ですよ。私はそうじゃないと思うんですよ。税景気を上げて税がたくさん入って、そして皆さんの社会保障なり医療なり介護なりですね、本当に生活に使われるという、そういう社会を作っていかなきゃならないのに、税率を上げて結果的には景気を悪くしてですね、税額が下がっちゃった、これ何のためにやってるかっていう話になります。 まず今来年の4月にもし上がることになればですね、私はそうなることはもう間違いないと、それこそ30年の政治の経験の中でですね、私はそう皆さんに申し上げたいというふうに思います。まあそれから原発の話はもう言うまでもありません。昨日一昨日あたりですね、泉田知事と東電の社長の報道がテレビでもう私も何遍も見させていただきましたけれども、本当にいわゆる原子力村、電力村の人たちの考えでですねことを進められてはやっぱり私はならない、本当に地域の皆さんの声をしっかりとですね受けていただきたいと。私の地元ちょっと離れてますけどもね、浜岡原発っていうのがあるんですね。浜岡原発は海岸なんですが、万が一、まあ南海トラフといっていろいろ言われてますよね、あの事故が起き、地震が起き、そして、まあ、津波が仮にですね来た場合に、そして福島のような、まあ、本当に悲惨な事故が起きた時にどうなるかってことですかね。あそこにはね東海道が走ってるんです。それからですね東海道線が走ってるんです。それからですね東海道っていうのは国道1号線ですけどね、それから東海、道線、それからですね新幹線、それから東名、第二東名、ここがずっと走ってるんですよ。これ日本列島、万が一の時ですよ、こんなこと言うと叱られるかもしれない、万が一の時にはね日本列島本当にねもう分断されるわけですよ。まあ、おそらく日本は立ち行かなくなってしまうんじゃないでしょうか。だって大動脈ですからね、あそこは。そういうところをですね安易にその再稼働させていいのかという話に私はなってくると思うんですね。まあそれに代わるちゃんとした施策をですね、メタンハイドレード、私の地元で、まあ、私は三河湾というところのその渥美半島の先にですねメタンハイドレードが今発掘されて、もしそれが成功していけばですね、100年分の要するにエネルギーになっていくだろうということです。だからそういうのをやっていくことによって新しい技術や
が生まれていくわけですね、産業が生まれていくわけですよ。そういうふうにしていく目標を10年以内に 原子力をもう本当にやめていくんだということをきちっと決めていくことが、私はやっぱり政治の一番大事なところではないのかな、このように思っております。まだまだ申し上げたいことたくさんありますけどね、今日8時までだし、森さんの話をしっかりと皆さんに聞いていただかなければなりませんので、私はこれぐらいにさせていただきますけども、何はともあれ選挙はね、勝たなきゃならないんです。本当に皆さんお願いします。小沢一郎が最も、もちろん他の候補も大事ですけどね、最も期待をしているのは森裕子さんであることは間違いありません。それは私が一番よく分かってるんです。だから本当に皆さんのお力で何としても3期目の当選をですね、させていただきますように心から鈴木勝正お願いを申し上げてご挨拶といたします。どうぞよろしくお願いします。ありがとうございました。どうぞよろしくお願いします。今でも